人入りのランチドレッシングランチドレッシングは、サラダドレッシングの一種で、バターミルク、サワークリーム、ヨーグルト、マヨネーズ、みじん切りにした、エシャロット、ガーリックパウダーその他の調味料や、香辛料から作られる。ランチの語源は牧場であり、昼食ではない。アメリカにおいては1992年以降、イタリアンドレッシングをしのぎ最も販売数の多い、ドレッシングとなっている。 ディップ用ドレッシングとしても用いられる。1954年にスティーブ・ヘンソンとガイル・ヘンソンがカリフォルニア州サンタバーバラにヒドンバレーランチという観光牧場を開いた。そこで二人はスティーブが発案したドレッシングを訪問客に提供した。これが人気を博したため持ち帰り用の瓶詰めを販売し始めるとともに工場を作って マヨネーズとバターミルクに混ぜるためのランチシーズニングのパック詰めを売り始めた。そして1972年にクロロックスがこのブランドを800万ドルで買収した。クロロックスは利便性のために何回かドレッシングの改良を行っている。最初の改良では家庭でバターミルクの代わりにミルクを混ぜれば済むようにバターミルク香料を配合した。また1983年には 常温保存可能な瓶詰めの製品を開発した。現在では、クロロックスの子会社ヒドン、バレーランチマニファクチャリング LLC は、ネバダ州のリノとイリノイ州のホイーリングにある2つの大工場で、ランチドレッシングのパック詰めと瓶詰めを生産している。さらに1980年代には、1987年のクールランチダートスを皮切りに、人気のあるスナックフードの味付けとして、 ランチが用いられ、1994年のヒドンバレーランチ、ウェビーレー,エースに採用された。ランチドレッシングは一般的なディップ用ソースであり、ブロッコリーやニンジンなどの温野菜や、チップス、フレンチフライ、チキンフライなどの揚げ物用、その他の料理用ソースにも用いられる。ランチドレッシングは、ヒドンバレーランチ以外にも、ケンズ、クラフト、マリエース、ニューマンズオーン、ウィッシュボーンなど、 多くの食品メーカーから売り出されている。ランチドレッシングは脂肪分が高いことで知られる。大さじ2杯分で145キロカロリー、15グラムの脂肪を含む。カロリーの94%が脂肪に由来する。ありがとうございます。